てきたの？そんな顔しないで、大丈夫だから。ただちょっと恥ずかしかったから。私に会いに来てくれたの。だけどね、ということで宝生さんの曲に歌詞をつけたいんです。歌詞ですか？はい、歌詞をつけ、最近うちの事務所に所属した歌手に提供していただきたいんです。いかがですか？はい、でも歌詞なら CD と一緒に先日お渡ししましたけど。ああ、はい。その、大変申し上げにくいのですが、あれではちょっと最近の流行と違ってしまうと言いますか、曲調ももう少しポップな感じにアレンジさせていただきたいんです。今いただいているものは若干クラシック寄りですので。ですか？お断りします。え？今日のところはお引き取りください。では。待ってください。まだ話は。いえ、お話は十分わかりましたから。あの先生。何？どうして断ったんですか、あの話。この学園の生徒にはふさわしくない話だと判断したからよ。でも。この学園の生徒である以上、メディアに出るには学園の許可が必要よ。それは入学した時に説明されているでしょ。はい。あの話、あなたはどう思った？え？引き受けるべきだと考えた？あ、はい。なるほど。それはどうして？だって、多少、自分の望まない形だとしても、積極的に自分を外へ発信させるべきなのかなって、今は謙虚に、我慢するべきところは我慢して、それで。
間違ってますか？それとも。だからよ。え？やはり断って正解だったわね。あなたがそんなだから私は断ったのよ。そんな考えにとらわれているうちは、あなたはずっと今のままよ。その後も、いくつか音楽事務所からオファーをいただいたの。でも、どれもやらせてもらえなくて、この学園はミュージカルや演劇の方に力を入れているから、作曲のオファーはとても貴重なのに。したかったからかな。私ね、この学園に入るまでずっと友達がいなかったのよ。ピアノが唯一の友達だったの。だってこういう学校に通ってる生徒って社交的な子が多いかなって思って、だから私みたいな子にも声かけてくれるかなって思ったのよ。うん。きっと私が作った曲を誰かに聴いてほしかったんだと思うの。私じゃない誰かに。私、まだ何も弾いてないよ。
ようと思って。